お元気様です。久留米市の平です。今回はですね、日東駒線以上の元にある総計上智カンカン同率名声立法中、日東駒線で、英語が優しい大学を狙ってみましょうねという一つのお話をしたいと思います。はい。英語が得意だっていう人はちょっとあまり英語が優しい大学受けないでねと。もう言ってるんだけれども、私の教え子たちには、英語の優しい大学を結構お勧めしてるもんだから、それを聞いてしまった英語が得意な生徒がわざとそこを受けるわけですよね。そうすると逆に受からんわけですよ。だから、英語が得意でしょうがないと。ね、自分よりも英語ができるやつなんてこの日本には存在しないよっていうぐらいの人は、今日のお話は聞かなくて結構です。もう英語に関してはもう日本一であると。もう英検1級持ってますよ。もう英検1級持ってるような高校生なんていっぱいいますからですね。世の中。はい。だからもう英検1級持ってますよとかいうような人は今日は見なくて結構です。ただ、英検の11ぐらいしか持ってないとかね、英検2級取るのが精一杯ですとか、そういうふうな人、まあ英検2級すら届かないというような人とか、だけれども、難関大学受けたいよと、ね、いう人は、ちょっと今日の話は聞いておいてください。はい。ということで、学びエイドとか、学びエイド月額1万円、個別、オンラインの家庭教師月額1万円、定額制でございますということですね。まあ、両方取ったら月額2万円ということになりましょうけれども、まあ、たくさん取る人がいるわけですよ。オンラインの家庭教師とかですね、月額5万とか月額10万とかですね、まあ、そういう方もまあまあおられるとは思いますが、はい、さて、おう。本日の内容ですが、まず最初にちらっと学びエイドの先生の話で、レンド、レント、ボロー、ユーズの4択問題ですね。借りるとどれが正解ですかというふうな借りる問題をちょっともう一回復習しておきたいと思います。おすすめ動画日東駒線よりも上の大学だけど英語が優しい大学の話ですね。はい、ということで大学名あげませんよ。大学名あげたら大事になりますからですね。はい。で、英会話ではなく、メールですよ、という話をしましたね。今のところ、スマホとか皆さん使っていると思いますけれども、スマホで、実際に、会話してますかと。ほとんど会話してないでしょうと。スマホっていうのは基本的にメールとか LINE とかのやり取りを使ってるじゃないですか。同じです。外国企業とのやり取りでは、やっぱりメールとかをやり取りをしますので、まあ、新聞記事にも載ってましたけど、その時に外国企業とうまくやり取りができない若者がいると。何なんだろうと。もうおっちゃん、おばちゃんたちはですね、英会話とかそういうの仕切らん、英語の英作文とかそういうの仕切らんですから、メールを作ったりして英語の文章のメールを外国に送るのは若者の仕事なわけですね。で、今時の若者はもう大学出て、器用に英作文を作るわけですよ。だから、よしよしということで、おっちゃん、おばちゃんたち、年配の人たちは若い人たちに外国とのやり取りを任せていたんだけど、うまく会話が成り立たないと、苦情が来ると、なんだろうというようなことで見せてもらうと、文脈からですね、こういうふうなレンド、レント、ボロー、ユースとか、お宅の企業からちょっとお借りしたいんですけど、というふうな時の、4択みたいな感じでですね。まあ、これは貸すですよね。で、お金を出すから貸してくれっていう場合は、このレンタルビデオとか、レンタル DVD とかのレントを使いますよね。これが正解なわけですけれども、外国企業に対して、ボロ、タダで貸してくれとかね、クレームになるわけですよ。で、ユースとか言うたら、トイレを借りるとか、ちょっと電話貸してとかいうふうな時の、その場でちょっと借りるっていうふうな話なので、外国企業から、ちょっとあなたの会社から日本からわざわざうちの国に来るんですかみたいな話になっちゃうわけですね。ユースとかボローとか出るともうトラブルになるわけで、もう非常にこれはまずいというふうなことで、そういうのがもう20年以上も前からですね、出てました。だからもう大学入試の問題ではこういう4択問題出るんですよ。ちゃんと理解してるかどうか、文脈から正しい借りるを選べと、まあ、これ貸すだから違いますね。これ貸すだから違う、借りるはこっちの3つになりますから、4択問題でこれがバーッと出てくるわけですよね。はい、ということで、ちゃんと文脈から正しい借りるっていうやつをですね、その場で借りるのか、ただで借りるのか、
お金を払って借りるのかっていうのを文脈から選ばないといけないっていう国語力を試すっていうようなことがですね、まあ、入試の問題では出ているということで、単語ものすごく大事ですよっていうことですね。はい、ということで、学びエイドでは原先生とか山口先生とかが、この前山下良徳先生の英単語のやつを紹介しましたけど、原先生の単語暗記法というのが5時間45分かけて単語の英単語を教えてます。で、山口先生という医学部、薬学部専門予備校の、一英塾っていうところですね、代表の先生です。塾長先生です。山口先生が、医学薬学部の専門の英単語を3時間27分で教えてますので、まあ、こういったのもちょっと学びエイドで興味のある人は、受けてみてください。もう何を受けたって全部ひっくるめて、すべて、全教科全科目受けても1万円だからですね、定額制ですから。安いもんです。はい。で、最後まで見てもらっている動画ですが、まあ、40% から 60% ぐらい受けて、見てもらって、最後までのですね、視聴率が非常に高いんですけども、最近上げた動画とか1200回とか見てもらっているのに、この辺の動画12回ぐらいしか見ない、100分の1ぐらいしか見てもらってないんですよね。この辺結構大事ですから、もしよかったらですね、引っかかるのがあれば見てもらってください。はい。ということで、さあ、今日の本題に入っていきましょうかね。英語が優しい大学ということで、まあ、2等コマ線のレベルよりも上の大学っていうとですね、大体ほとんど英語で合否が決まります。英語が取れるか取れないかっていうことですね。で、その時に、大体英語が取れないという理由は、国語力の壁があるんですよね。前にも紹介しましたが、早稲田の政経学部に合格した生徒が、東進の英語の授業を受けていて、わからないと。当時の英語の先生が、たしなむというふうに訳されたんですけど、たしなむってそれどういう意味なんですかとか聞いてくるわけですね。羽振りがいいって訳されたんですけど、羽振りがいいってどういう意味ですかということで、もう難関大学の受験対策になると、もう英語の授業自体が国語の授業みたいになってくるんですね。抽象的な言語活動というのについていけないっていうようなことになります。はい、ということで、まあ、真剣模試なんかで英語の偏差値が70台です、80台ですとかいうふうに、まあ、うちに来た生徒なんかがすぐパーッとなります。まあ、こういうふうなことを教えてますからね、さっきのレンドレントとか、ああいうバーッと教えますから、真剣模試みたいな国語力が関係ない、ただ単に詰め込み暗記だけで偏差値が70台、80台になるっていうふうなのをやってて、ああ、自分は英語は得意なんだっていうふうにやるとですね、もう、沈没しますので、過去問とかを解いてるとですね、わあ全然解けないやーっていうになってしまうわけですね。だから真剣などのようなのは、英語の問題が国語力を入ってないので、全然意味がないです。最近は共通テストだと、英語でも国語力が必要だっていうことでだんだん気づき始めたんですけどですね、さあどの程度かなっていうふうには思うんですね。あんまり模試は当てにできないですよということですね。ということで、私はどういうふうにやっていたかっていうと、私が東進とかで働いていたとき、他の東進の加盟校のにこう、うまくいっているところにですね、もう私の休みの日のたんびに出張で行ってたんですよ。ね、20代の若者なのに、ね、会社社長でも何でもないのに、休みの日も働いてたんですよ。休みの日は必ず他の東進衛生予備校の校舎に県外とかにですね、わざわざ足運んで、聞きに行ってたんですね。どうやったら東進うまくやれますかみたいな感じですね。東進衛生備校とかの校舎長とか、東進衛生備校で働いてる人とか、やってますかそこまで。やってないでしょですね。やらないとダメですよ。もう研究しないと。そうすると、まあ、ある塾長先生と話をすると、うちでは東進の授業を、高校こういうふうに使ってるよと。で、こういうふうな理論でやってるんだっていうふうにこう聞くわけですよね。そうすると、しかしそれは国語力がついていかないような英語の指導だよなと。国語ができない生徒が向けの指導だよなと。それで大学通るんかなというふうに思ったんだけれども、パッとその塾の東進の加盟校の合格実績ざーっと並んでるのを見たときに、あーって分かるわけですね。と、早稲田とか、なんとかとか、なんとかとか、関とかとかいうふうな難関大学だけど、早慶上智、明生立法中、カンカン同率のレベルのがですね、あと3つぐらい。その大学ばっかりなんですよ、合格してるのが。他にもいろいろ明生立法中、カンカン同率っていうのは、この3つ以外にもいっぱいあるんだけれど、受かってないんですよね。うん、つまり、その大学っていうのは、それらの大学は、
国語力の壁があって、その塾さんで掲示してやった早稲田とかこの辺の大学には国語力が必要ないんだっていうのが当時分かったんですよ。今違いますよ。今早稲田違いますよ。当時早稲田が没落していって慶応とかが没興していったのは何なのかっていうと、慶応とか上智は国語力重視というような感じで上がっていったんです。で、早稲田の方はもう重箱の隅つつくような詰め込み暗記の国語力が必要じゃないような、もうパープリンの問題を出してましたからですね、早稲田は。何やってんだ早稲田はっていうような状況だったわけですよ。だから英語ができない人、英語ができないというかな、国語力がない、英語ができないというかな、国語力がない人っていうのは早稲田行けーっていうふうにその塾ではやってたわけです。早稲田とこことこことここやーみたいな感じでやってるわけですね。この3つは今でもあると思うんで、ちょっと名前伏せときますけれども、早稲田はもう今違いますからね。はい、ということで、さあ、いきますよ。まあ、10分過ぎちゃったな。ちょっとあと少し我慢してね。関西の学院、関西学院大学が、まあ、当時聞いたときにですね、まあ、センター試験の英語で何割で合格してますか？センター試験の英語でですね。79% で言うわけですよ。もうこっちで言うところの西南学院大学とかだったら、まあ、8割、センターで8割取ってる人が楽勝で合格するけれど、関西学院大学だったら8割取っても合格最低点にしかならないわけですね。言えないんですよ、もう本当に。めちゃめちゃ難しいですね。で、関西大学もやっぱり英語難しいんですが、英語ができない生徒で私の教え子で受かった子がいます。じゃあ何なのかっていうと、国語がズバ抜けてたんですよ。国語ズバ抜けてたけど、大体国語がズバ抜けてる生徒って暗記を嫌がるんですよね。英単語とか覚えようとしないわけですよ。しかし英語っていうのは外国語なんで、覚えないと点が取れないんで、この子はもう国語と社会の2つだけで、ね、関西大学に合格していきました。だからまあこういうふうなパターンもあるのかなと。英語が取れてないけれど、だから英語のまあ合格最低点、これ以上英語の点数が低いとも不合格、自動的に不合格にしますよっていうのあるかもしれないけれども、まあ、そこに引っかかっていなければ、とりあえず国語社会で点を取りに行って、なんとかするっていう方法も、まあ、あるのかなっていうのはですね、ありますね。英語は少々弱くても、まあ、国語社会がずば抜けてれば、もう国語ずば抜けでした、この子は。うん。ですね。もう、自分の部屋に600冊ぐらい難しい本が並んでるわけですよ。で、学校の図書委員とかで、休み時間の、休みとかね、掃除の時間、図書委員だから図書室を掃除しないといけないんだけど、図書室の掃除しないでずっと本を読んでたって言ってましたけどね。はい。まあ、そういうパターンもまあまあ例外的にはあるとは思いますが、基本的にですね、早稲田が失敗したようなことを他の大学はしないように、とにかく国語力重視で、特にその、まあ、国語で合格させるっていうのもありだと思うんですけど、やっぱ小論文が最近はもうメインになってきてますね。はい。だからもう小論文で大体合否が決まるようになってきました。国語力を測るっていうのもありますが、やっぱり人間力を測るっていうのがやっぱ大きいテーマになってきてるのかなっていうのはありますね。はい。ということで、今日の結論ですけれども、国語力が不要の英語の、国語力が不要な英語、そういうことを、そういう入試問題をやっている大学を受けましょうねと。国語力がない人はね。国語力がある人は頑張れよ。国語力がある人はもう暗記を嫌がるけどさ、もう大体現代文とか古文とか文脈から読めるじゃんみたいになるけどね、日本、そら、現代文とか古文は日本語だから読めるんであって、外国語はさすがに覚えないとしょうがないんでね、これはね。はい、ということで、国語力がないという人が大体引っかかっちゃうんでね、難関大学。日東駒線でさえもそうです。日東駒線でさえもやっぱり国語力がないと英語が読めないっていうような大学もやっぱありますから。英文科なんかは特にそうですよね。英語学科、英米学科っていうのは当たり前なんですけれども。とにかく国語力が不要のところを狙っていきましょうねと。国語力てんこ盛りの英語の入試問題だったらね、もう本当にうちに来て、うちをいきなり辞めてしまうとかいう生徒なんかもいるんだけどね、悲しいなっていうのがあるんですけれども、はい。もう英語の偏差値がドーンと上がったけれども、入試問題、過去問対策始めたら全然解けないやーって言ってから、嘘つき、辞めるとか言って、うちを辞めてしまうような生徒もいるんだけれども、そう、いや、そうじゃなくって、国語力がないと解けないんだから、無理だよ、それは、と。真剣申しとかで偏差値70、80とか取ったって全然話にならんから、それは。はい。ということですね。はい。まあ、それで、最後まで見てもらってありがとうございました。
気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方にブログとか、私のブログとかですね、お問い合わせシートがありますので、何かありましたらお問い合わせシートとかで送ってみてください。最近よくお問い合わせシートがこちらの方に届いておりますのでですね、はい、ということで、今日のところはですね、そういうふうなところで以上です。